こちらは毛利の行船、真ん中にいますのが毛利元就、それから吉川広家と小早川の二人の息子、これもう長男が亡くなった後の絵柄を仕上げてあります。完成しますとこういうものになるんですけども、わかりますか？この三人と、これが鳥居ですね、広島で有名な。で、どうなってるか、次言いますと、こちらが先ほどの下書きです。下書きがまあもう見ての通り、結構本当にオーラ風で、立ち位置と何をここに書くかを書いてます。で、最初これ見てるのがわかるんですけど、こちらの方に先に鳥居があったんです。で、仕上がりの時はこれがこっちに来てます。いや、なぜかというと、実はここが本の開きで、ここが路地になる。路地になって、これが隠れて切れちゃうというんで、この鳥居を左の方に持ってきました。先ほどの下書きを、重線を入れて、丁寧に仕上げたものはこちらになる。もうかなりいろいろと線がしっかりと書かれていますね。でこれは水軍と鳥居を表しています。でこれをもとに切っていくとこういうふうになります。こちらは先ほどのコピーをトレーシングペーパーに移して切ってきたものですね。で、実際にはこのトレペとこの黒い紙を重ねて、それを切ってきた。で、これは切った方の本体になりますね。で、これをスパスタリングになり、ブラッシングしていくと、カラーのこういった綺麗な作品になります。で、ここにはないんですけども、こちらが同じ技法で作った信長の家紋、そしてこれ全部マスキングとそれからスパスタリングだけでここまで仕上げてあります。あと色紙をこの下に敷き詰めて仕上げている織田信長、もう織田木工の信長ですね。これも本当に今こちらに展示してある作品と同じように切って貼って、で色紙を入れて、あとはスパスタリングとブラッシングをしている、それだけのかなりシンプルな方法でご仕上がっています。こちらの信長はなかなか表に出すことはないんですけども、期間中6月6日まで、展示してますので、ぜひ、お立ち寄りいただければと思っております。よろしくお願いいたします。こちら現在東京交通会館、JR 有楽町駅前にありますので、こちらの2階の方の新宿ギャラリーの方で展示していますので、ぜひこれリアルに生年が見ていただきたいと思っています。これ写真で撮るの OK ですので、ぜひこれ Facebook や Twitter に上げていただければと思っております。ぜひおいでください。